こんにちは。天板アカデミー、堀秀夫です。今日は銀行口座を凍結されない方法、これについてお知らせします。ヤフオクやってる方、ヤフオクやってる方多いんでですね、ヤフオクやってる方で、銀行口座を凍結されたという、報告が増えてます。これね、銀行口座凍結されないためにはどうするか。オークションをやらないというのが一番の対策ですね。特に売るのは危険です。ヤフーオークション、楽天オークション、その辺でやり取りをしてると、結構ね、口座を凍結されるリスクがあるというのが言えます。ただね、ヤフオク、安く物は買える場所ではあるんで、仕入れでは結構使えます。そんなわけで、凍結されない方法はオークションをやらないことなんですけど、仕入れで使う場合には、ヤフオク専用の口座を使う、楽天専用の口座を使う、というのがおすすめです。おすすめですというか、そうしないと危ないですね、今ね。そんなわけで、ヤフオク、もう、偽物のオンパレード、誰がやってるのかわかんないとかね、商品送られてこないとか、違う商品送られてきて返金しないとか、もうあまりにもトラブルが多いんで、普通の人だとあんま使わないですね、今やね。だから、すんごく安いのが好きな人とかね、どっか、他の、国の方とかが、使ってる感じなんで、売るのはおすすめじゃないと。売って儲けるってのはもうほとんど無理です。ただそういう悪い市場、ね、安かろう悪かろうがたくさんあるんで、まともなもんも高く売れないと。逆手に取ると仕入れにはいい場所なんですね。そんなわけで、仕入れに使うのは、おすすめしてます。ただ、初心者がいきなり仕入れに使うと、大抵ね、一見安く見える偽物とか粗悪品とか詐欺に引っかかりますんで、それは、十分注意して、会員の方は私に相談してから、ご購入ください。危険な、ね、出品者の迷惑方等を、直接アドバイスしてます。そんなわけで、銀行口座を凍結されない方法、ヤフオク、楽天オークションをやらないと。で、もしやる場合は、ね、凍結されない方法というタイトルには、矛盾というか、ちょっと違いますけど、凍結されてもいい口座を用意して、ヤフオク専用口座で取引するというのをお勧めします。今ね、インターネット便利なんですけど、便利なだけに、落とし穴もあるんで、そういう落とし穴にはまらないように注意して、楽しくかつ賢くネットを使ってください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。